覚悟はしていた。ずっと前から家を守ろうとする兄がいる。魂を守ろうとする弟がいる。そんな二人の絆を見守る姫がいる。乱世は突然彼らに過酷な決断を突きつける。兄真田信之が選ぶ道とは。絆の章。さすが徳川大軍だな。だが羽柴から三成、上杉から兼継が駆けつけてくれる。私は真田信之、ご尊命を伺おう。本田忠勝が娘稲。戦場にて。稲殿か。天正10年、京本能寺にて天下人織田信長は家臣明智光秀に討たれた。この返事を受け、信長の領地に各大名が侵攻。天下は再び動乱の時代に突入する。空白地となった旧武田領の甲斐や信濃にも徳川、上杉、北条といった有力大名が攻め入った。激しい領土争いの末、徳川と北条は和睦。徳川傘下の真田領と北条領の一部交換をその条件とした。真田家はこれを良しとせず、徳川から離反。上杉と組み、徳川家康に対抗する構えを見せる。真田の軍略と友の力を携えて、真田信之、幸村の若き兄弟は徳川の大軍に挑んだ。絆の章。第一次上田城の戦い。この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。さあ行こう、雪村。我らの力を示すには、お預かり向きの戦い。
ち。敵将討ち取ったり。やったではないか。意の結束の前に敵はないな。付き合いきれんな。たかが策の下準備が過ぎる。いえ、金づけ殿の言う通りです。共にいるだけで何か力が湧いてくる。やはり北へ回ったか。敵の増援を村に封じ込め、火炎を仕掛ける。北門心得た。付近の敵を倒し門を閉じろ。恋しようと矢沢城を攻め、揺さぶりをかけよう。おお、いいの若手前の力見せてやる。開門。増援軍にはまだ手を出すな。この後燃えろ。家計で家に倒し敵の戦意をくじき、それができれば大事な村を焼く意味がない。心得た。お見事にございます。今だ、村に火をかけろ。味方による大胆な策を使い、思っていたよりはやるように。今こそ2000。さらに市場を抑え、動揺させるつもりか。ここに示そう。だがそうはさせない。真田の戦、真田幸村、これにあり。真田の戦、ドラムなかなか見どころだ。続きを。私が勝ったら素直に聞いてくれますか。今
今こそ見せ、あなたをここで知らせたくはない。惑わせて、フランスに続けて、腕には乗りません。本陣に戻り、殿の撤退を援護するぞ。お任せを、開門。おお、家康の守りを固めるつもりか。奴らが渡河する前に蹴散らすぞ。燃えよ魂。はい、通しよ。我が槍で止めてみせます。数の上では徳川の勇気、撤退とは早計なのだ。これも先を見据えた決断。この忠勝を超えぬ限り先へは進めぬ。覚悟あらば我に挑め。勝利はすぐそこに。心より回復します。兵は勝ってから来て、ただの勝利だ。大勝を収めた後は。さすがは三成、いいことを言う。我ら三人、完全なる義の勝利で一挙を飾ろう。凄まじき闘志、そして気迫だ。だが真田のため、ここは引けぬ。逃しはせぬか。さすがよな。いいな、やめよ。ですが、最悪は高度を失うわ。猪本の損失、世はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に、猪本を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし、
お主にどうだ。は、あ、あの、殿。まだまだ死ぬわけにはゆかぬようだ。太平の世を築くまで。三成殿、兼続殿、ご助力感謝いたします。礼など無用。我らは義の同志、助け合うのは当然だな。三成、俺は同志になった覚えはない。ともあれ、徳川を撃退できてよかった。家康の存在は秀吉様にとって邪魔にしかならない。雪村、お前たち真田はこれからも徳川を牽制してくれ。はい、真田を助けていただいた恩もあります。被災ながらこれからもお力になれれば。おお、この恩のために終生義に尽くしてくれるのか。雪村、お前は立派な犠牲士だな。雪村、俺はお前を恩で縛るつもりはない。ただお前の言葉はその嬉しく思う。素直になったな、三成。いいぞ、お前も紛れもない犠牲士だ。雪村、お前の兄の信行とも親しくなれればと思う。後で紹介してくれ。はい、兄もきっとお二方とうまくやっていけると思います。